もうなんか安全で保証されてたらね、これほどいいものはないんですよね。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、モーリス・シュバリエさん。モーリス・シュバリエさんの名言で、私自身の経験が私に教えてくれた。もし何もかもが安全で保証される完璧な瞬間を待っているとすれば、それは決して来ることはないと、ということでですね、モーリス・シュバリエさん。名前言いにくいんですけれども、プロフィールをお伝えしていきたいと思います。モーリス・シュバリエさんは、フランス出身の俳優、歌手、フランス、アメリカを股にかけて活躍した希代のエンターテイナーということでですね。皆さんの経験、どうでしょうか？ここ違うと思うんですよ。私も経験したことがいろんなことありますし、皆さんも違う経験をしていると思うんですね。それは、皆さんの経験が、持ちとなり、骨となりとなってますし、考え方の原点でもあると思うんですね。私の、まあ、考え方の原点は、私の経験したことだと思いますし、それはね、いくら口頭で伝えたところでですね、やっぱり経験しないとわかりませんし、何もかもね、皆さん同じだったらいいんですけども、そうではないし、もうなんか安全で保証されてたらね、これほどいいものはないんですよね。もう大学入試とか高校入試とかでもそうですけれども、もう入学できると思ってたら、誰でもね、まあ、手を抜くじゃないんですけれども、勉強しないのかもしれませんし、そんな感じ。なんで勉強するかってそうですよね。まあ受験に合格するだとか、先の見えないことじゃないですか。やっぱり大変なことだし、一生でね、何回あるかないかわからないような状態ですし。だからこそ、完璧なね、状態がもし保証されているとしたら、ああ、これといってすごい楽な人生って言いましょうか。面白くない人生だと思いますよね。いろんな経験があるからこそ、やっぱり人間って面白いんであって、人それぞれであると思うんですよ。私の経験って本当に、このなんか地球上の中の本当に点に過ぎないと思うんですね。皆さんの経験もそうだと思うんですよ。この地球上でもう1ミリ角あるかないかぐらいだと思うんですよね。人それぞれたくさんの経験してると思いますし、たくさんのこう、嫌なこと、成功したことあると思うんです。それはね、やっぱり血となり骨となりと。年いけば年いくほどやっぱり経験してきて、いい思い、悪い思いしてくると思いますし、自分の中でも考えの一つになると思います。私もね、なんでこんな YouTube の放送してるのかって言いますと。まあ私の過去、洗いざらいじゃないですけれども、まあいろんなことをお伝えしていければなと思っておりますし、たくさんね、まあ、伝えられればいいなと思っております。私の経験、口頭で伝えたところでね、まあ響くものでもほとんどないと思うんですけれども、それでもね、少しはやっぱり変化が、皆さんの中でね、心の中で変化が起こればいいなと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。